はい、どうも、ティームイルミネーションファンタジーです。今撮影している野鳥は目白になります。今回はですね、EOS R7 とシグマ150-600の組み合わせでね、撮影しております。撮影内容はね、4K FPS23.98 で撮影しています。AF はね、サーボ AF で、被写体動物みたいな形になっております。はい、今回何見てもらおうかなというのがですね、オートフォーカスがどうなのって言った時に見ての通りなんですけれども、まあ今ね、目白は捉えてるんですけれども、オートフォーカスが合ってくれてないっていう状態にはなっております。なかなかちょっとね、オートフォーカスがね、ぬるっと動いたりするんで、なんかこういうなんか、障害物が多いとなかなかね、ピントが合ってくれないなっていう感じがします。あと、まあトラッキングはオンにはなってるんですけれども、結構まあこういう障害物が多いとトラッキングがね、外れる感じはありますね。まあ動画に限らず写真の時でもこういう感じにはよくなりますね、こういう場所では。はい、まあこれがね、純正レンズだったらね、バシッと来てるのかどうかっていうのはちょっと持ってないんでわかんないんですけれどもね、他の YouTube 配信者の方を見る限りではね、これよりは結構バシバシッと決まった感じにはなってくるんじゃないかなとは思いました。はい、続けてはね、写真の方になります。まあ写真の設定に関しては左にね書いてますので割愛します。まあね、こんな感じでは撮影できました。まあちょっとね、天候が曇りっていうところもあって、ちょっと明るさ不足かなっていうところで、解像具合はちょっと不足してるような気はするんですけれども、まあこれぐらいはね、撮影できますという感じにはなっております。まあオートフォーカスはね、少し純正に比べるとまあ弱いんですけれど、まあこういった形でね、止まってくれてる野鳥であればね、これぐらいの撮影はできるかなという感じはあります。はい、はい、続けてね、写真撮っております。まあさっきと比べたら初見距離がね、600ミリという形でちょっと透明の撮影になっております。まあさすがちょっとね、被写体がやっぱ遠くなると解像具合はね、落ちてくるんで、まあ先ほどの写真に比べたらね、毛づやのところがちょっとあまり綺麗に写ってないかなとは思うんですけれども、まあこんな感じではね、撮影できましたという感じですかね。はい、次もね、まあポジションが変わった感じで撮影はできたんですけどね、撮影条件は一緒です。まあ、解像具合に関しては、まあ、やっぱ明るさがちょっと足り、まあ、被写体に当たってないとかもあったりしてからね、毛づやまでは綺麗に映ってないんですけれども、まあ、もうちょっとね、天候が良ければ毛づやとかも綺麗に撮れたんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、こんな感じでね、撮影できました。はい、次の写真になります。まあ、背景がね、ちょっと真っ暗になってるんで、まあ、なんか、被写体がちゃんと浮いたような感じでね、撮影できましたというような感じですね。まあ、こんな感じのね、表現力も、まあ、撮り方によってはね、撮れるような感じにはなってますね。はい、次の写真になります。被写体がね、若干大きいのと、焦点距離がね、短くなってるというところもありまして、目白のね、毛づやの解像がね、今までの写真より、綺麗になってるかなとは思います。はい、こんな感じです。まあシグマね、150-600と EOS R7 の組み合わせでね、オートフォーカスがこんな感じになってるというところと、まあそれでね、写真がこんな感じで撮れましたという形ではね、紹介させていただきました。まあただ言えるところは、やっぱね、サードパーティーってところもあって、なかなかやっぱ映り具合とオートフォーカスは純正に比べたらちょっと劣ってるのかなっていうところはあるんですけれどもね、これぐらいは映りますよっていう感じの紹介になります。まあただね、これがマックス値じゃなくて、もう少しね、天候が良かったりとか、そのまあ巡航でね、綺麗に撮影したりとかいう形になってくるとね、写真ももっと綺麗にね、撮影できますので、まだまだね、高みを目指してね、撮影ができるんじゃないかなとは思います。はい、は
い、まあこんな感じです。まあいいねレンズをね揃えた方がいいかなと思うところではあるんですけれどもね、 RF のね100、500のレンズとかいっちゃったらまあ40万近くなっちゃうんで、まあ、EOS R7 とね RF のレンズと、まあ、でバッテリーメモリーカードとかその他ね準備していったら初期投資で70万ぐらいかかっちゃうよっていう話になっちゃうので、まあ私の動画配信っていうのはねどちらか言うとカメラをね始めてみようかなっていう人向けにねちょっと配信していこうかなっていうところはあるんで、まあそんな中で70万の装備がないと、うん、カメラっていうか撮影できないよとか言っちゃってもねそんなやるわけねえだろうっていう話になっちゃうんでねそこだけはなんかね避けたいかなとは思ってるんですけど、なかなかね、うん、低予算でできる装備がなかなか紹介できなくてちょっと心が痛い感じがしますね。私の装備でもねカメラが EOS R7 がまあ20万で考えてもレンズが10万でしょ、で30万でメモリーカードとかバッテリーの予備とか三脚とか入れていったらまあ35万から40万の間ぐらいになっちゃうんですよね。まあその値段でもう、やってみたいなと言われたらね結構高いよねってなっちゃうんでね、まあコンデジとかの方、まあ野鳥撮影だけするっていう話であればねコンデジとかをねおすすめした方がいいのかなと思ったりもするんですけどね、というところではね結構導入のところでねちょっと動画配信をするとは言っときながらなんかそこでなんか導入する機器がねなかなかちょっとご紹介できないのがちょっとかなり葛藤してるかなっていうところはありますという話です。まあちょっとね葛藤のする部分がちょっと長くなっちゃいましたけれども、まあね次の動画をねまた楽しみにいただけたらなとは思います。ではでは。